乙女チックラブコメの全盛期に少女漫画雑誌リボンで活躍していたムツエイコ、ムツエイコさん。親しみやすく軽いタッチの絵柄で多くの読者を魅了しました。最近は新作を発表していないようですが、2021年現在は活動しているのでしょうか。現在の様子について、病気で引退したという噂、夫及び結婚の詳細から確認します。合わせて、多くの少女たちが憧れた、ムツの作品のファッションを紹介します。ムツエイコのプロフィール。本名、非公表、生年月日、1954年2月15日。身長、不明、出身地、福岡県飯塚市。最終学歴、不明、目次、ムツエイコは現在イラストレーター、ツイッターで発信中。ムツエイコが病気で引退したという噂はデマ。ムツエイコの夫と結婚の詳細は不明。ムツエイコが描くファッションは少女たちの憧れ。ムツエイコは現在イラストレーター、ツイッターで発信中。ムツさんは2021年現在も個展開催や原画販売などを行っています。ただし2018年に漫画家業から引退することを宣言したため、今は新作を書いていません。最後の作品、ハッピーエンドの形を発表し、漫画家生活に幕を下ろしました。今はイラストレーターとして活動しながら、ツイッターで発信を楽しんでいる様子です。どうやら最近は将棋に夢中になっているようですよ。引退したとはいえ、趣味やファンとの SNS での交流に情熱を注ぎながら、充実した日々を送っている様子でした。また2019年に北九州市民文化賞を受賞、2021年には北九州市漫画ミュージアムで個展開催など、仕事の方も充実しているようですね。2021年1月には、漫画に登場する食べ物を特集した単行本、ミカワベルのトイカゴリラの漫画飯にゲスト出演、美味しそうなケーキの絵を描いて話題になったようです。新作漫画こそ発表しませんが、今でもムツさんの絵を楽しむチャンスは多々あるのですね。ムツエイコが病気で引退したという噂はデマ。ムツさんが病気で引退したという噂が流れています。確認しましたが、病気で引退したという情報は見当たりませんでした。年齢を重ねてハードな連載を持つのが大変になったのかもしれませんが、病気が原因で引退したわけではないようですね。2021年で67歳を迎えましたから、定年退職をする年代に差し掛かったことで、引退を決意したのではないでしょうか。病気というキーワードが結びついた理由は、2020年4月に肺炎で入院したためでしょう。ムツさん自身は新型コロナウイルス感染症を患ったと考えたそうですが、PCR 検査の結果は陰性でした。一般的な肺炎で軽症だったようで、今では無事に退院していますから、ファンの方は安心して大丈夫ですよ。ムツエイコの夫と結婚の詳細は不明。ムツさんの夫をはじめ、結婚に関する情報は見当たりません。SNS でも夫の存在を感じさせる投稿はないため、独身なのではないでしょうか。家庭を持たずに漫画家としてのキャリアを歩み続け、今もイラストレーターとして仕事をこなしている可能性が高そうです。あえて結婚しなかったのか、結婚をするチャンスを逃してしまったのかはわかりません。ただムツさんの華々しい活躍を見る限り、独身だとしても楽しく充実した人生を送っていることがうかがえますね。ムツさんが今後も末永く活躍してくれることを願っています。ムツエイコが描くファッションは少女たちの憧れ。1970年代から80年代にかけての乙女チックラブコメ全盛期、ムツさんはリボンの看板漫画家として活躍していました。ムツさんの描くチャーミングなキャラクターたちに魅了されたことを覚えている人は今も多いのではないでしょうか。
キャラクターの魅力を際立たせているのが、可愛らしいファッションです。特にチェックのスカートや暖色系のセーターが魅力的で、陸奥の作品の中でも人気の高いアイテムですね。従来の少女漫画に登場する少女たちは、多くがお姫様のようなフリル付きのドレスを身にまとっていました。少年たちについても王子様のような外見のキャラクターが主流でした。一方で陸奥の作品の少年少女たちの服装は、当時流行していた IB ファッション、IB ファッションです。アメリカの大学軍、IB リーグの学生のファッションを土台としたコーデを指します。スカート、セーター、ズボンといった親しみやすいアイテムながら、陸奥さんの素晴らしいセンスによって魅力的なコーデに見えました。漫画家でタレントのリリー・フランキーさんも、陸奥の作品に登場する少年のファッションが好きだったようです。多くの人を魅了し、真似したくなる陸奥作品のファッション。従来の少女漫画の常識を打破したカジュアルなコーデは、今なお世代を超えて愛され続けているのですね。